ヤドタダドチマヤドヤダヤドの東海の夢丸と西目丸と前自分の部屋の中に壁画を描いてしまったんですけど、あやってたね。自分の部屋の壁にね壁画を描いてというね動画をねお見せしたと思うんですけど、うん、ちょっとね面白そうだったんですよ。今回壁画やれねえかなと思って壁を用意させていただきました。壁ですね、真っ白のここ。街中の壁とかにね絵を描いちゃダメなんですよ。ちゃんとね施設そして市にね許可を取った場合は、まあ、OK だということで、今回その許可をいただきまして、はい、壁画を描かせていただきます。しゃーす。東海オンエアを目当てにね、岡崎に遊びに来てくれる人がですね、見に来てくれてですね、いいんじゃないか、町おこしになるんじゃないか。まあ確かに写真スポットとして使われるっていう可能性ありますから。もう3人は別の場所でね、壁をもらったので、はい、そこで、絵を描いているみたいなんですけど、こちらが何するかとかは特に知らない状態でね、まあ3対3でね、何かを描くという企画なんですけど、非常にね、素人にも程があるぐらいの素人なんで、マジでズブ本当にやばいよ、これはマジでズブズブは多分やってる人の方やん、ね、ちなみになんですけど、今回我々夢丸チーム、僕とですね夢丸とですね、はい、もう一人いるんですけど、はい、アイスクリームを買いに行ってしまいました。撮影するよって空気出てるのに、あアイス4つでいいかな。先に入りを取っていたら、そのうちこのアイス持って戻ってくるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、なんかどうやら意外と時間かかってるみたいで、先に始めていきましょう。はい、はい、今回こうかなと思ってるね原案がこちら、こちらのですね東海オンエアのアイコン3分割しましてね、左から亮、鉄、芝という風に分担しまして、おのおの好きな雰囲気で描いてくれと、はい、むずいよ。いやおもろいよね。ちびこさんに我々許可をいただいてやってるので、歩道とかもね今回借りているわけですけども、それも岡崎さんの許可をやっております、はい、あちらにある旭県元直さんだよね、お店の管理のもとやらせていただくということでね、はい、俺らが旭県さんの広告を出すようなもんだからね。そう、クオリティの高いものとかではなくて楽しんでやっていこうということで ね、まあ、やりながら見つけていきましょう、いろいろ、はい、射撃からやっていきましょう。はい、だいぶでかいよ。あれこんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。どうしました？小川さん、はい、はい、頑張ってるもんで、これ。あ、いただきます。食べて食べて、食べてるけどね。いきます。あ、ゆめまるさん、この文字を基準に膨らませていくんで。あぶねえ、あぶねえ。ほうほう、いくらなんだけど余白どうするの？ちょっと余ってるね。余っちゃってるね。白く塗っちゃうか。まあそれがね、このスプレーでいいから塗っちゃう、塗っちゃう。もういいじゃん、もう完成。はい、バンクシーバンクシー来たよ。あなんか枠のイメージあるんだよね、やっぱ言われなかったあ、やられよお前わかんないけど、まあ、目指したいのはサイケデリック夢川宇宙みたいな。いやすごっそれ何でもありじゃん。色は多分色多めというかごちゃごちゃな感じで、量は量は量サイケデリックグラフィティ量。いやいや、だから何もできんって。じゃあゴージャスきらびやか、サイケデリックグラフィティゴージャス、はい、こんな感じでいきましょう。うーし、じゃあいっちゃん最初いただくぜ。よろしく。出るんかこれ。僕的にはコンセプトはですね、後ろはまあ夕暮れにしようかなってことで。やばい、あれなんか俺が桁使ってる。あ、よし。ルールがあるらしいぞ。火を使える量には青、赤、黄、黒、これは全体の 40% 以下に抑えなきゃいけないっていうね、効率的なやつがあるんだ。景観を気にしたやつですね。そう、これの何が夕日だって。わかんねえな。そうそう、いいな。ああ、いいじゃん。ありがとうございます。ああ、そう、いいな、お前。おー、うまいな。あれ、可愛いよ、でも。なんか、可愛いね、このさ。可愛いじゃん。ごめん、今もう全員がボケてたよ。俺ここに出してほしいっすよ。ここダメだよ、出したら。はい、やりたいことわかります。わかる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 けど、どうやっていいかわからん、わからん。あ、ここ影になってる。影が下左なんだから。そりゃそうや、ごめんね。もっとあるって絶対。めっちゃ出せ。
これいっぱいあったらかっこいいね。うん、書店にしては悪くない、うん、なるほどなるほど。でけんだな、この壁。おいおいおい、これが全ての黄色らしいぞ。マジで全ての黄色はこれだけだった。大事に使わないで。大事だ。僕どっちかといったらピンクが使いたいんで。ピンクもこんだけだぜ。ねえ嘘じゃん。やってんね。やってー広がってろ、広がってろ。あんま大声外に出してない。大声出す気持ってないの？大声出す気持ってないの？なんか先行ってよ。あ、ちょっとなんかポップになった。ポップだね。全部白に塗っちゃうか。全部光で白飛びしてるっていう手でしょ。あー、ぼやみたいなのさで赤とか散りばめたらこれなんとなくポップになると思う。じゃあ出るけ。なんで、いいの？いいよ。知らんよ。想像つかないから。嘘、もやみたいな。これで、あれバーテンダーいる。あれバーテンダー。あー、いろんな色入れんの。そう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 。何の中入ってる？何の中入ってる？あ、違う。言いたいことは分かる。いいこういうなんか、だからこっちに書いたのうまいのにそっちなんかすごい。こっちうまい、こっちうまいんだよ。失敗してる、失敗してるかって言われたらね、なんとも言えないから、こっちは、うん。何色にしよっかな。なんか別に悪くない。悪くないんだよ。悪くねえんだよ、これ。なんか好き勝手やれば僕になるってことは分かったわ。めっちゃ俺ら一言もボケない。俺ら、あれもしかして今つまらんチームしてる。俺らめちゃめちゃ作業員してる。めっちゃつまらんチームしてる。出たこのなんか絶対喋った方がいいわ。一回集合しよう。そうだね。お久しぶりです。お久しぶりです。チーム真剣です。動画回ってたんだね。あ、びっくりした。回ってたんだ。やりゃいいんだと。こっちチームごっこりのごめんな感じになってきた。いや、向こうね、なんか喋ってそうだよね。としみつと夢丸が集まると。そうだね。あの、どうせ集中続かなくてふざけるんで。確かに。もしかして作ってね。もしかして手が汚れてる。おい、あるじゃねえかよ。手めっちゃ汚れんだよな、今日と思ってたんだよね。これでいい？いいね。スリコや、スリコ。スリコだよ。死だよ。スリコじゃない。いいよ。いいよ。大きめで置くね。あ、結構大きいね。もうカメラだってすごいよ。外国かよと思うよ。じゃあ、まあ、いったら、これで完成ですかね。まあ、そうですね。いいんじゃないでしょうか。まあ、あんまりね、遊び心ないというか、真剣になってしまいます。いや、いや、でもこれでいいと。これぞなの。ここがいいと。はい。こんにちは。早っ。終わりましたよ。え、早くない？早くない、あまりにも。んどっちだ。え、満足してきたのか、うん、こんなもんやろってどっち。満足。満足。おい、塗装屋さんいた。塗装屋さんいた。そう。誰ですか。手見たら分かるやろ。あれやっとんの。顔見てみ、これ鼻についてんだ。僕たちまだね、終わってないです。あ、可愛いじゃない。うわ、見ていいんですか。あ、一回見てもらおうか。めちゃくちゃいいんだよ。どうやったんだろう。オンエアバードを3人で分割するっていう感じ。あ、なるほどね。なんかもう打点高いから喋るのやめてもらっていいですか。まあ別にこっちもそんな王道よ。あまりにも負けてるっていうことなんでしょ。今完全にその反応です。すいませんが待ってくださいとしか言いようがない。じゃあ待たせるのもあれなんで、そっと仕上げますか。はい、丁寧にやってください。はい、最後まで楽しいね。頑張ります。なんでお前がダークやってんの。キモくなっちゃう。お前何これ、ふざけんなよ。お前は大志抱いとけよ。いよいよ東海オンエアのオンエを置きます。調べたらそれっぽいね、本当を出せるサイトがあったんで。今日はアサリの、あ、パスタですね。アサリのパスタ。あ、はい、アサリのパスタ。冷えた殻を埋めたいらしいです。やっぱり多分ですけど、唐揚げ
あったかい方がみんな好きなんですよ。これ多分ないですけど、ね、ちょっと変化球しちゃったんだけど、冷たい唐揚げっていうジャンルは多分唐揚げ揚げすぎてる人しか思いつかないジャンルなんですよね。まあ、だから新しい、唐揚げ屋さんに売れるかもしれない。唐揚げ屋さんに売れるんですけど、冷たい、冷たすぎる。うわっ、来たね。うわー、すごい。見て、これもしかしてあれだよね、これあれじゃね、天狗士来てね。これ天狗士だ、天狗士だ、天狗士来ちゃった。天狗士来てる、すごい。天狗士来てるよ。あ、本当だ、本当だ、天狗士来ちゃった。お、邪魔だよ。邪魔なんだよ。東海誰かいてる。俺、リョウさん。さすがですね。おお、すごい、なんかいいな、見てみ。俺たちがやりたかったことってこれだね。ということで、最後ですね、あちらの旭県元直さんのね、店名をここに書かせていただいた、はい、ただです。さあ、出来上がったということで、改めてもう一チームの方に見ていただきましょう。はい、こんにちは。こんにちは。なんだろうな、このテンションは。三分割でもうそれぞれ好きにやろうというね、はいはいはい、メンバーからの王冠を散りばめて。あ、これ王冠なんだ。そうなんですよ、王冠なんですよ。メンバーから、はい、これ真ん中やったね。あ、僕です。これいいよね。いや、いいね。いただいてるね。まあ、真ん中はあのよくあるインスタ映えスポットっぽい感じと、山と空。で、上は夕焼けみたいな。なるほどね。で、ここになんか固定さん来ちゃってる。固定さん来てるね。固定モデル、固定モデル。なんなら固定さんが一番最初に来てた。表現としてはすごく好き。写真撮ったら映えそうっすね、うん、一応映えを目指してみたら美大三重士なんか確かになんかジャンル違うそうだな、人に見える美大三重士だよね。ということで以上、僕たちの作品でございました。はい、ありがとうございます。あ、美大三重士、こっちこっちこっち、待ってて、こっちこっち、こっちこっち、カモン、こっちこっち、はい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 、まだ見ないよ。ちょっとカラフル、ちょっとカラフル、まだ見てないよ。せーの、バン。おお、うん、え、むず、え、まあまあうまい、そう、下手ではない、うん、読める。ここ俺らの縄張りだからあんまり、あ、ヒップホップの人になってたんだ。チビコ俺らの縄張りだから入った、入った。上までで縄張りって感じで、なんかいろいろ写真撮ってもいい、我々のね、うん、はい、うん、死がもうちげえなって思ったら上からブラーンってやられるかもしれないけど、ここでもですけど、許可なく書いちゃダメですよね。僕はルール守ってますから、はい、それで以上2つ、ぜひ皆さん気になった方はね、見に来て写真撮って僕らにご報告ください。はい、今回協力していただいたしみこさん、そしてさくらこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。